中日ドラゴンズで長年プレーしてきた溝脇隼人選手が戦力外通告を受けました。中日ドラゴンズの溝脇隼人選手、29歳が戦力外通告を受けたということですね。プロ入りから11年間中日ドラゴンズでプレーをして、昨年は自己最多の87試合に出場して打率が2割5分2厘を記録していました。代打での起用も多かったですし、ここぞっていう場面でのヒットなんかも見られました。立浪監督は守備もそうですし、バッティングも高く評価していて、昨年は約30試合にスタメン出場をしました。新人の選手が多く加入したんですけれども、今年もレギュラー候補の一人というような感じではありました。今シーズンも開幕からシーズンの終盤まで一軍に帯同して、代打であったり守備固めとして起用されました。立浪監督は溝脇選手のバッティングっていうところを高く評価していて、代打でもかなり起用されたんですけれども、ことごとく結果が残らなかったというのが今シーズンの溝脇選手ですね。今シーズンは59試合に出場して1割7分5厘3打点、出塁率2割3分3厘 OPS458 という成績になっています。やっぱり代打で起用されてなかなか結果が残らないということですね。ファンからもかなり厳しい声っていうのもありました。2軍でも打率としては1割台で、去年はスタメン候補の一人だったんですけれども、そこから新人の加入もあって一気に立場が苦しくなってしまいました。昨年はドラフトで村松選手、田中幹也選手、福永選手を獲得、そして今年は津田選手と辻本選手の加入もあるということですね。完全に押し出されるような感じで29歳の溝脇選手に戦力外ということになりました。では続いて溝脇選手の戦力外通告に対してのファンの声見ていきたいと思います。ファンの方々の声ですけれども、今年はあれだけチャンスがあったし、その中で活かせなかったから仕方がない部分はあるかなという声はありました。立浪監督ももしかすると今年はラストチャンスという意味も込めて、結構起用した部分もあったのかなと思います。そして代打成績が良ければバックアップで残れたかもしれないと、守備はいろんなポジション守れますし、ベンチに入れる可能性あるんですけれども、やっぱり打撃成績ですよね。ダイソーで起用するタイプでもないので、なかなかバックアップでも厳しいかなと。数多くの OB であったり、あとは丸選手なんかもこの溝脇選手を高く評価していたし、センスはすごく良かったんだけれどもというところですね。立浪監督もこの溝脇選手、守備範囲が広いし、バッティングも強打選手よりもいいと評価していましたし、吉見さんもレギュラー候補として名前を挙げていましたし、丸選手も打席の内容が素晴らしいというような評価をしていました。そして溝脇選手、今後については未定ということなんですけれども、まずはお疲れ様と言いたいと、長くプレーしてくれて頑張ってくれました。怪我がかなり多かったし、丈夫だったらもう少し違っていたかもというところですね。やっぱり若くて台頭してくるような時期に怪我っていうのも結構ありました。そして若手の内野手がこれだけ増えてきたから、やっぱりそうだよねっていうところで、覚悟はかなりあったと思うんですけれども、実際戦力外ということになると、やっぱり寂しい気持ちっていうのは間違いなくあると思います。以上です。